何を求める？うわ、すごいなこりゃ。桜吹雪で前が見えん。なあ、少しおかしくないか？え？この桜だよ。まるでこのまま全部は散ってしまいそうだ。光か、希望か。それならもう、とっくにお前たちの手のひらの中だ。最遊記、外伝、ボリューム5、最終章。ここまでの道を作ってくれたのは、剣連、テンポ。俺はお前に何をしてやれるのだろうか、悟空。そっか、俺、悟空か。ねえ、どういう意味？どういう意味？うるさい、もう寝ろ。正直、大して深くは考えていなかった。その場でとっさに思い浮かんだ言葉。悟空、いい名前じゃないですか。空、目には見えぬものを悟ることのできるものだと。悟空、俺はあの頃お前が怖かったのかもしれない。淡々と続く生ぬるい時をただ流されるように生きてきた俺には見えなかったもの。花も風も光も、そして俺自身でさえも、覗き込まれるとその大きな金色の瞳に目をそらしてきた俺の姿までもが映り込んでしまうようで。ゴンゼン、静かに。あの扉の向こうに時空ゲートが。見張りは二人か。これだけ手薄なのは天宝のおかげだろうな。やっぱダメだ、悟空。もうやめよう。ゴンゼンは謝れば許してもらえるかもしれないんだろう。俺、みんなで一緒に行けないなら、俺。いいか、悟空、諦めんな。お前が剣連とテンポを信じるなら、あいつらのことも自分のことも絶対に諦めんな。決めたんだ、もう二度と目をそらさないと。約束したじゃねえか、俺たち。お前の瞳に映る俺の姿が、うん、恥じるものでないように。おい！お前は、謀反人、金前童子！仲間の元帥たちはどうした？残ったのは俺一人だ。降伏せざるを得まい。待て、罠かもしれんぞ。こっちにゆっくり歩いてこい。両手を上げたままでだ。止まれ！止まれ！動くなよ。本当にお前一人か？ああ、そう見えたか。貴様！今の痛そう。いざとなったらこれだと剣連に教わったんでな。扉を開けるぞ、悟空。うわ、重い。これが天界と下界をつなぐ時空ゲート。
時空ゲート。それは天界と下界とをつなぐ唯一のワープルート。天界軍が管理し、正式に承諾を得た者のみその利用が許可される。どこに？彼らが目指した楽園への扉だ。こっちだ、悟空。これか。何？ゲートを開けるための装置だ。コンゼン、万が一を考えてあなたがこれを。カード？時空ゲートの認識手法、それを開閉装置に通してパスワードを入力することでゲートは開きます。間に合えばの話ですけどね。パスワードは…テンポ、これはお前が持っておくべきだ。ん？ああ、そういえば前に僕があなたに貸した本、あれもう読みました？読んだ。ぶっちゃけかなりハマった。でもあれはシリーズものだろ。続きを。ええ、必ず。パスワードもう一度。なんでだ？なぜ開かない？コンゼン、クソ、コンゼン、構えろ！しまった、囲まれたか。あと一歩のところで残念でしたな、コンゼン同時。パスワードはすでに書き換えさせていただいた。もう貴殿に扉を開く術はないですぞ。間に合えばの話ですけどね。そういうことか。遥か昔、この時空ゲートを創設したのは我が一族。その代々の技術を受け継いだ私には造作もないことだ。さすがの天保元帥もそこまではご存じなかったようだ。ここまで来て。そう、当時天帝は我が一族の絶大なる功績も称えず、それどころか我らが権力を握ることを恐れ、天界での位を利用し一族を衰退へと追いやった。これは報復なのだよ。我が一族の技術力の結晶ともいえるナタクを等身大使に据えることで、生ぬるい秩序に浸ってきた天界人すべてに対して幕を開けた。いわば復讐劇だ。そんなことのために？そんなこと？貴殿のような立場の者には一生わかるまいよ。しかしな、天界に混沌を招くことを望んでいたのは我らだけではない。そうだ、ナダクたちのあの設備といい、こんな大規模な計画を強いスポンサーもなしに行えるはずがない。ナダクを道具みたいに言うな。あいつは本気でお前のために。ナタクだけではない。舞台に上がった瞬間から貴殿らも我が駒の一つ。我らの最終目的、天界に修復不可能な混乱を与え全てを塗り替えるために、よく働いてくれたと感謝しているよ。貴様、いい顔だ。私はそれが見たかったのだ。何の力も持たず、ただ決闘の権威だけで大きな顔をしてきた者が屈辱に歪むその様をな。やめろ、コンゼンに何すんだよ。前へ出ろ小僧。
悟空をどうする気だ。おかしな力を使うようだが、少しでも抵抗すればすぐさま混天童子の首が飛ぶぞ。悟空、悟空、行くな。何、殺しはせぬ。逃げるんだ悟空、俺に構うな。やかましいわ。コゼン、小僧、聖天体制と言ったか。人ともあやかしともつかぬ伝説の生命体、その体を用いればナタクはさらなる無敵の刀身となってよみがえるであろうよ。